レカフューは、ベトナムの軍人、政治家。最終階級は上昇。1997年12月から2001年4月、軍出身者として、初めて、ベトナム共産党書記長を務めた。1931年12月27日、タインホアショードンソン県、ドンケ村の裕福な家庭に生まれた。1945年、彼は、地方のベトミン運動に参加し、 1949年6月19日にインドシナ共産党へ加入した。1950年5月1日、ベートミンによる動員により軍隊に入隊した。彼は第66連隊第304大隊において一般兵士から徐々に昇進し、大隊政治員となった。1954年9月から1958年、彼は第66連隊の副政治員。 政治委員政治主任を歴任した。1961年6月から1966年、彼は第304師団において参謀副長、参謀長を務め、第304師団第9連隊において副政治委員、政治委員兼連隊長を務めた。1967年、彼は地権の戦場において同じ第9連隊に配属され、 連帯政治委員を務めた。1968年、シティエン軍区組織部長。1970年、シティエン軍区政治副主任。1974年5月、第2軍団が設立された時、軍団政治部主任に任命され、中佐となる。1978年、第9軍区副政治委員兼政治主任。その後、政治担当副司令、大佐。彼はまた、 第9区委員会副書記の地位を兼ね、民事の責任を負った。1984年4月、少将に昇進し、カンボジア中流ベトナム、志願軍において政治主任を務め、その後、政治担当副司令権政治主任、軍司令部幹事会副書記を務めた。1988年8月、中将に昇進し、政治総局副主任に任命。 1989年9月のカンボジアからのベトナム軍撤退を指揮した。1991年9月、ベトナム人民軍政治総局主任に任命された。1992年、彼は上昇の階級に昇進した。デカフュー書記長とウラジーミル・プーチン大統領1991年6月の第7回党大会において、党中央委員会委員に選出。 軍においては、党中央軍事委員会常務委員となる。1992年6月、第7期党中央委員会第3回総会において、初期局員に選出。1994年1月、臨時党大会時、党中央委員会特別総会により、政治局員に選出された。レカフュー及びレドゥックアインラ軍人の指導部内での、対等には、党中央にとって、 カンボジアからの撤退。さらには、1996年6月、第8回党大会において、政治局員及び政治局常務委員に選出。1997年12月26日、第8期党中央委員会第4回総会において、党中央委員会初期長に選出された。第9期、第10期国会において、議員に選出。 初期長人気中の1999年5月19日、レカフューは、汚職と戦い、精錬で強力なベトナム共産党を目指した、批判、自己批判キャンペーンを宣言した。2001年4月、第9回党大会において、初期長を退任した。自身への権力集中を拡作して、批判を受けたとされる。2009年1月末、旧正月元旦の際に、 レカ・フュー指定の一連の画像がインターネット上に投稿された。米国の複数筋によれば、この画像は世論に影響を与え、ベトナム共産党の内部に衝撃を与えた、とされる。AB、元ベトナム共産党書記長のレカ、フュー死去時事通信2020年8月7日木村、109ページ、牛山、183ページ、指導者を尋ねる。 BBC2009 年2月5日閲覧。国民の奉仕者として知られる人々の写真。アーフ2 0 0 9年2月5日閲覧。レカフュー指定の写真がありがとうございます。